本日はカンボジアプノンペンの独立記念塔のですね、近くにあるウゴンっていうレストランに来ました。こちらはですね、あの独立記念塔の目の前の大通りのところですね、に沿ってあるレストランになります。中はね、結構だだ広くてですね、すごくなんか雰囲気のあって、あの装飾がですね、すごくね綺麗な感じで、まあ、あの入るとですね、好きな席にどうぞって感じで通されたんですけど、中もねこんな感じで、いろんな席があります。で、結構あの席が人数が多いとかがあったんで、4人席ぐらいのところにね選んだんですけど、こんな感じでね、中の方も装飾がすごくてね、とてもあの綺麗にですね、なってます。こちらが、メニューになります。メニューもですね、こちらはねベトナム料理が一応メイン で、それにエクメール料理が入ってるような感じなんで、まあ、かなりですねメニューの商品数はめちゃくちゃありますね。メニュー見てるだけでもね、だいぶ、時間が経つぐらいですね。はい、中身あります。で、こちらのお店は朝8時から夜10時までやってるみたいで、ベトナムのね朝食は朝にね食べれるっていうような感じで、まあ、結構ねお客さんもね来るみたいですね。あのカンボジアのあの独立記念塔のねもうすぐ目の前ぐらいにあるので、まあ、だいぶねあのちょっとプノンペンのまあ中心地的なところなんですよね。で、そこにね周りにあのナガワールドってあのカジノがあったりとか、前ちょっと動画で紹介したエデンっていうねあのスパなんか、マッサージできるスパなんかもあるんですけど、この辺はね結構ね活気があってですね、あのスーパーとかもねありますんで、まあ、なかなかこの辺でね、まあ、歩いていろいろ移動できるんでね、このレストラン的にもまあちょっと便利かなと思います。はい、やっとですね注文が決まってですね、こちらがねベトナムなんかヌードルみたいな、多分フォーみたいなやつだと思うんですけど、それとこの卵焼きと、これロックラックっていうね、これベトナムの料理と、牡蠣ですね、こちらをね注文しました。こちらのねウゴンはね、なんかベトナムが多分本店だと思うんですけど、4店舗ぐらいねあのありますね。で、こちらねおしぼりをねで拭いてくださいみたいな感じで、なんかおしぼり使うとなんか別料金だみたいなこと書いてあったような気もしますね。はい、まずはですねアンコールビールでまず一杯飲んでからですね、早速ですねこのベトナムのヌードルが来ました。これなんか店員さんがこの葉っぱをこう切って中に入れて食べなさいみたいな、これ野菜をね乗っけて食べます。はい、こんな感じでお肉がですねグインって乗っかっててですね、非常に美味しそうです。はい、あとがですね野菜も乗っけてですね、調味料もまあ、あるんでね、まあ、入れたりとかして、食べてみます。なんかこれね、葉っぱはなんかちょっと香草みたいな感じですけど、ちょっと名前が思い出せなかったですけどね、こちらもねあの非常に優しい味でですね、美味しいです。で、途中でですねこの生春巻きを、注文しました。これね4本あるんですけど、全部ねそれぞれあのタレは一緒なんですけど、中身がね入ってるのが違くて、これはねなんか、春雨の中になんかこのソーセージみたいな、ちょっと八角の匂いがするようなソーセージみたいなのが入ってて、まああのそれぞれねあの内容が違ったやつですね。ね、味が違ってね、食感も違ってね、あの非常に美味しかったんですけど、なんかね2個ぐらいはねちょっと珍しい味もありましたね。で、これね胡椒にライムを入れてタレに作ってるんですけど、これはねなんかね野菜が入ってる卵焼きなんですけど、これ名前ちょっと忘れちゃったんですけど、このね卵焼きね非常に美味しいんですよ。どこのねレストランにもね結構あるんですけど、これはね本当にあのね好物ですね。こちらロックラックですね。これはまあ牛のね、あの、カンボジア料理のね、結構代表するようなやつなんですけど、これもね、もう非常に美味しいです。で、あの、牡蠣もね、注文したのでね、牡蠣も食べていきます。牡蠣はちょっと割とね、小ぶりな感じなんですけど、まあ、醤油とね、わさびなんかもあってですね、はい、牡
けたりライムで食べたりしますね。はい、全然生臭くもなくてね、非常にこちらの牡蠣もね美味しかったです。結構ね、このねわさびがめっちゃ辛くてね、結構もだえてたんですけども、非常に美味しかったです。お会計はですね、だいたい3人で33ドルぐらいでしたね。